2 AM in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun.今日はずっと前から育てたいと思ってたブルーベリーを買ってきました。場所はプロトリーフで買ってきたんですけど、ブルーベリー前から育てたくていろいろ調べてたんですけど、ブルーベリーは品種によっても違うみたいなんですけれども、基本的には同系統の品種を2つ選んで一緒に植える、もしくは一緒に育てていって受粉をするっていうことで実がなるみたいです。今日買ってきたのはサザンハイブッシュ系の、品種はシャープブルーっていうのとカルフコーストっていう品種を買ってきました。一応サザンハイブッシュの中でもおすすめっていうのがあって、オニールとかミスティっていうのがおすすめだったんですけど、今日行ったお店ではオニールとかはあったんですけど、花が全然ついてなかったりしたんで、なるべくこう花がついてるものっていうことでカルフコーストとシャープブルーを選んで買ってきました。なんでこの苗を一つずつの鉢に植え替えていって育てていきたいと思います。もともとこれぐらいの鉢に入ってたものなんですけれども、お店の人に相談したら、結構木が大きくなるっていうことなんで、鉢は大きめに買った方がいいよって言われたんで、ちょっと 1.5 倍か倍ぐらいの大きさの鉢を一緒に買ってきました。でこれに植え替えをしていきたいと思います。で植え替える際に土が足りないと思ったので、このプロトリーフのブルーベリーの土と、あと土の上にまく肥料、ブルーベリーの肥料も一緒に買ってきました。この土と肥料でだいたい1000円ちょっとぐらいだったと思います。苗は一つでだいたい1300円ぐらいでした。じゃあ早速植え替えしていきます。これから植え替えをしていくんですけど、この植え替えの仕方もこのプロトリーフのブルーベリーの土の袋の裏面にちゃんと書いてあって、1鉢底石を引いてブルーベリーの土を入れて、でそこで苗を植え付けます。で竹串などで隙間ができないようにブルーベリーの土を入れる。で植え付けた後はたっぷりと水をやり、日当たりの良い場所に置くってちゃんと説明書きであります。この通りにやっていきたいと思います。一応こちらの苗が結構花がついてて、こちらがサザンハイブッシュのカルフコーストになります。でこちらもできるだけ花がいっぱいついてるのを買ってきました。こんな感じで植え終わりました。もう一つも同じように植え替えていきたいと思います。はい、こんな感じでできました。はい、これで鉢に今植え終わったんで、この土の上にこのブルーベリーの肥料をまいていきたいと思います。
植え替えから肥料を与えるところまで終わりました。あとは水をあげてしっかり光の当たるところに置いていきたいと思います。鉢に植え替えて育ててる状態です。で、花がいくつか咲いてるんですけど、部屋の中で育てているのでこのままだと受粉をしないんで、今回は人工受粉を今からやっていこうと思います。やり方なんですけれども、まず一つの木の方の花から花粉を取ります。一応これを受け皿にしようと思うんですけど、ここに花粉を落として、でこの耳かきの梵天を使ってもう一つの方の花のところにつけていこうと思います。じゃあ最初この花の花粉が取れるかどうかやってみたいと思います。多分映像では見えないと思うんですけど、肉眼ではパラパラ白い粉みたいなのが落ちてるのが見えるんで、花粉がちゃんと取れてると思います。ここが一番取れますね。多分全然見えないと思うんですけど今取れてるみたいなんで、これをこの耳かきの梵天につけて、シャープブルーの木の花粉を取ってカルフコーストの花につけていきたいと思います。こんなんで本当につくんでしょうか。このカルフコーストの花に軽く当ててあげて、これで本当についてるんでしょうか。で、花粉がついたらこの花が早いこと落ちるらしいんで、花が落ちたら受粉に成功してるんだと思います。これを数日ごとにやっていけば受粉がしっかりするみたいなんで、これを何日か試していきたいと思います。これで本当に実ができるんでしょうか。これで本当に実ができればいいんですけど、初めてなんでいろいろ試しながらやっていきたいと思います。Sick in the morning, baby, don't